はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはレザーのジャケットでございます。レディースの黒のシングルのライダースジャケットですね。お洗濯表示すべてに×印がついてます。まあレザー製品あるあるでございますね。そして、素材はですね、羊 100% ラムレザーです。裏地ポリエステル 100% と、ああ細かい字でたくさん書いてありますね。デリケートだよと、風合いや色合いが微妙に変わるよと、バッグ、時計、アクセサリー、鋭利なものと摩擦や接触により傷、すれ、発生したり色目変わるよ、濃色品は着用中の摩擦、特に雨や汗で濡れた状態で中に着ているものに色がついちゃうよとかね、いろんなことが書いてあります。あとはね、湿気の多い場所カビついちゃうよとか、濡れた部分、雨や水に濡れると濡れた部分の色相が変化してシミに見えちゃうよとかね、まあまあいろんなことが書いてありますね。十分雨とか雪には十分注意してください。つまり雨や雪の日には着るなと。素材の特性上角の力が加わると破れますと。あとはアイロンがけができませんと書いてあります。お洗濯表示的に言えばですね、洗えないアイテム、そしてプレスもできない、切れてる、肘ちょっとだけ破けてるところだったね今、洗えないアイテムなんですが、洗います、プレスもします、色、グロス、質感、風合い、そのラムレザーのね、このしなやかな柔らかい感じ、手触り、すべて、損なうことなく丸洗いをしたいと思っております。ただやっぱりレザー以外のお洋服、洗浄力を重視して洗えるもの、お洗濯表示的に全部丸がついてるもの、水洗いできるよと書いてあるものと同じような洗浄ができるのかと言われれば、それはできないと思いますよ。だから、どれぐらいのことだったらできるのかなというふうなことをですね、探りながらメンテナンスをさせていただきました。仕上がりがこちらでございます。どうですかね、何一つ望ましくない変化生じることなく洗い上がっております。色もグロスも大丈夫、質感も風合いも大丈夫、触った感じも大丈夫、そして、風合いも大丈夫ですね。なんとなく湿気っぽいというかカビ臭い匂いがしていたんですよ。でレザーのね、レザー天然素材、レザーそのものの匂いもするわけですよ。だから完全にね、匂いをゼロにするというふうなことは難しいんですけど、でも消臭に効果的な作業もさせていただきました。裏地もね、ポリエステルの裏地なんですが、綺麗にプレスされております。表のレザーもですね、ちょっと特殊な方法というかちょっと工夫をしてですね、全くアイロンを当ててないわけではなくて、ちょっと熱を加えてプレスをさせていただいております。いや、ピカピカになりましたね。ちょっとやっぱね、あ、カビついたかなって、カビついてるかなみたいな状態だったんですよ。でもね、ツヤもいい感じだし、いい感じに仕上がりました。別にツヤを出すためのワックス、クリーム的なものを使ってないんですよ。ただ洗浄をしてプレスしただけの状態でこんな仕上がりでございます。濡らしても大丈夫だけど洗っちゃダメだよねとかね、いろいろこうやれるところがものによって違うので、まあその辺はね、経験であったりこれぐらいだったらできるかなというふうなことでね、検討させていただきますので、ご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。